GTK は自治区議ツールキット及び GNOME ライブラリーのネットバインディングセットである。GTK を用いることで物などの共通言語基盤を用いたグラフィカル GNOME アプリケーションの作成が容易になる。GTK はイベントドリブンを採用したシステムである。GTK を使ったアプリケーションは Linux。 Windows, Mac OS など多くのプラットフォーム上で動作する。Windows 版がものは GTK、GTK と GTK アプリケーションをネイティブ Windows アプリケーションのようなルックフィールにするネイティブテーマを含んでいる。また、もうナンバーワン。9以降、Mac OS 天井の GTK アプリケーションは X11 サーバーがなくても動作するようになった。 グレードをグレードバインディングとともに使えば GUI アプリケーションが容易にデザインできる。また、モノデベロップ ID e にはステティックという GUI デザイナーが統合されている。GTK ダートネット DLL は開発ツールの標準 GTK ノームスタックのサポートに加え利用可能なネットスタックの機能性を使うためのブリッジを提供する。現在、 ウィジェットに描画するシステム、ドローイングを使うための機能性が含まれている。この記事には GNU フリードキュメンテーションライセンスであるもの、S ホームペの文章が組み込まれています。ありがとうございます。